ちは。パステルアートインストラクターの夏です。今日は輝く光を描いていきたいと思います。それでは始めます。はい、早速パステルを削って塗っていきたいと思います。最初に使う色は黄色。全体的に削ります。はい、山吹色。シュアカ。シュアカは四つ角のところに削ります。はい、こんな感じです。で、小指側の手の側面で塗っていきます。次はターコイズブルー、部分的に削ります。で、グレー、灰色です。これも部分的に削ります。今度は反対側の手の小指側の側面を使っていきます。はい、手を洗って余分なパステルの粉を落としてきました。次はこちらの練り消しを使って光を入れていきたいと思います。くるくる回しながら光を好きなところに入れます。はい、こんな感じです。次はこちらの丸の穴がたくさん開いたステンシルを使っていきます。好きなところに当ててスティック消しゴムで中を消します。好きなところに光をたくさん入れてあげてください。はい、まずはこんな感じで消してみました。で、次は練り消しを揉んで表面をきれいにして、で、またこのステンシルを使います。
練り消しで消すと柔らかな光になります。こんな感じですね。仕上げに練り消しで部分的に大きな光を入れてくださいね。周りのセロハンテープを剥がして定着剤をかけたら完成となります。